下の方がいいですよね。前から割とそうですかね。なんかって結構張るなっていう感じあります。前はもっと張ってた、うん、硬かった。あ、そうなんですね。じゃあ良くなってるけどまだちょっと硬いってことなんですね。そう、前だとつまめないぐらい張ってました。あ、パンパンだったんですね。そうそう、なるほどなるほど。なんか性格とかもありますからね、こうちょっと緊張しやすいとか。あ、ちょっとね、こう、なんだろう、人前とか、得意な方ではないですもんね。そうですね。ちょっと慣れてきましたけどね。あ、まあね、そうですよね。もうそういうことが多くなってますもんね。会うと結構嫌な人もいますもんね。いますね。ね、ね、バリアのこともあるし、ちょっとこうそういうのがあると緊張したりとか警戒したりとか、することもね、当然出てきますよね。ちょっとね、痛いですね。
本当確かに多分もう1年以上とか、ね、うん、もう2年ぐらいかやってくださってると思うんですけど、最初の時ってなんか本当に線が細くてね、あのそうすぐ骨みたいなまあそうですね、肉が少ないもあるし多分結構、うん、なんだろう、え、これもできないのっていうぐらい、うん、いろんな動きに対して制限があるような感じでしたけど、今そんな本当になくなりましたもんね。痛いとは言うけど、そうですね、うん、前に比べるとすごく、そうそうそう、対応力がついたというか、うん、だんだん人並みに近づいてきて、うん、普通の人よりちょっと体力ないぐらいかな、うん、あ、はい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 、うんうんうん、前は本当なんかよく生きてたなみたいな。いやだって本当走れないとか言ってましたもんね。やばい、何もないとこで転ぶとか。そういや、しょっちゅう転んでたぞ、そういえば。よく切って乗ったりとか。そうそうそう、なんか本当はそうよく生きてんなみたいな。なんかだって自分一人で体起こせなかったりしてましたもん。こっちからこう起こしてくださいっつってできませんみたいな。やばい。えみたいな。すごい多分本当に最小限で生きてた感じですよね。確かに。あんまちょっとでも負荷かかるともう無理みたいな。なんかだからちょっと重たい服着たらもう動けないみたいな、確かにぐらいな勢いで、なんかだから太りたくても太れないぐらいな、多分ね、なんかこう取れるカロリーも少ないし、なんか蓄えておけないしぐらいな感じで痩せてたのかなっていう。確かに、なんか親にもそんな重たいコートはやめろとやれちゃうぐらい本当ねえ、なんか本当に言ったらヒョロヒョロっていうかね、そんな感じでしたよね。なんか本当親と電車乗ってても親が席譲ってくれるレベルで、そう、やばみたいな。でもなんかそういえばお母さんに肩揉んでもらうとか言ってました。最近やってくんないんですけど、なんか手が痛いとか腱鞘炎で痛るんだとか。ああ、ね、そうなんですね。でも今はあれじゃないですか、そうやってこう人にすぐやってもらわなくてもまあまあ、ね、うん、こっちにも来てるし、そう、管理ができてきたというか、体力もついて。そうですね、まああと肌も綺麗になりましたよね。うん、なんか前の方が結構ちょっと赤みが目立ったりとか。確かに。うん、なんかそうそうそう、あの足のかかととかも今の方がやっぱり柔らかくてしっとりしてますもん。あ、本当に。うん。よかった。うん。結構自分のことってね忘れちゃうんですけど。うん。そうそうそう。なんかだからよく悪い風に思いがちですけど、多分全然今の方がいいですよ。うん。よかった。うん。